ブライアン・マイケル・ロバーツは、アメリカ合衆国、ノースカロライナ州ダーラム出身の元プロ野球選手、宇藤良ダ。サウスカロライナ大学在籍時、1999年に、ボルチモア・オリオールズからドラフト一巡目指名を受け入団。2000年に、右ひの手術を受け、遊撃手から二塁手へ転校。2001年6月14日にメジャーデビューを果たし、 2001年は75試合のうち51試合に遊撃手として出場したが14位失策した。2002年は開幕をマイナーで迎えた。ここで本格的に二塁手としてプレーすることになった。2003年は開幕を 3A のオタワリンクスで迎えたが、ジェリー・ヘアストン・ジュニアの右足の怪我によりメジャーに昇格を果たし、その後の119試合中112試合に、 出場して打率270リーグ8位の23盗塁を記録した2004年にはジェリー・ヘアストン・ジュニアの剣嘩により開幕スタメンを果たしそのままレギュラーに定着159試合に出場しリーグ最多9段新記録となる52塁打を記録8月9日から8月15日にかけて9段新記録となる7試合連続2塁打を記録し 9月18日のツインズ戦でシーズン47二塁打を記録し、103年ぶりにスイッチヒッターのシーズン二塁打記録を更新した。2005年は4月に8本塁打を放ち、自己記録を更新し、4月から3ヶ月連続で月間打率が350を上回った。初選出となったオールスターでは二塁手として先発出場した。シーズン終盤の9月に、 左ヒいの脱球のため故障者リスト入りもままシーズンを終えた。最終的な成績は打率。314.18本塁打、73打点と打撃3部門は自己最高をマークし、45二塁打はチームメイトのミゲル・テハダに次ぐリーグ2位体となった。2006年は36盗塁を記録した。2007年はカール・クロフォードと共に、 リーグ最多タイとなる50投類を記録した。自己最高の89支球を記録し、得点も3年ぶりに100の大台を上回り、チャンスメーカーとして活躍。2度目のオールスター選出も果たした。ラリービグビーの証言によりシーズン終了後の12月13日に公表されたミッチェル報告書で薬物の使用経験のある選手として名前が挙がった。 ロバーツはすぐに一回使用したことを認め、ファンに謝罪した。2008年6月24日のシカゴカブス戦で通算1000本安打を達成した。2009年1月20日にオリオールズと4年契約を結んだ。同年に行われたワールドベースボールクラシックで二塁手のダスティン・ペドロヤが左は秋腹を痛めたため、代役としてアメリカ代表に選出された。 4試合に出場し、1本塁打2打点1盗塁打率438だった。8月4日のデトロイトタイガース戦で通算300本目の2塁打を記録。9月15日のタンパベーレイズ戦でオリオールズ歴代記録を破るシーズン52本目の2塁打を記録。最終的にこの年のリーグ最多となる56本の2塁打を記録した。 2010年はスプリングトレーニング前に追患板ヘルニアと診断されたが開幕までに回復した。4月9日のトロントブルージェイズ戦で投塁の際にへそ下を痛め翌日故障者リスト入りした。7月23日のミネソタツインズ戦で復帰。2011年5月16日のボストンレッドソックス戦で一塁にヘッドスライディングした際に後頭部を負傷。 残りの試合をすべて欠場した。2012年は開幕から故障者リスト入りし、5月22日に A a 級 v ベー v ックスでプレーを再開した。6月5日にトリプル A 級のオーフォークタイズに昇格。6月12日にメジャーに復帰した。7月3日に素形部の痛みを訴え、故障者リスト入りした。7月29日に手術を行い、シーズンを終了した。 この年は自己最低の17試合の出場にとどまった。2013年4月4日のタンパベーレーズ戦で右膝の人体帯を断裂し故障者リスト入りした。6月30日のニューヨークヤンキース戦で復帰。10月31日に FA となった。2013年12月18日、ニューヨークヤンキースと1年200万ドルで契約に合意したことを報道された。 2014年1月14日に球団が入団を発表した。開幕後は、正に類種として91試合に出場し、5本類打21打点7盗塁、打率237だったが、7月31日にスティーブン・ドリューが加入したため、8月1日にディフェとなり、8月9日に放出された。2014年10月、引退を表明した。 体格の割にスイングが大きいが、スイングスピードが向上したため、ストライクコースのカバーできる範囲が広い。そのため、速球を流し打ち、変化球を待つことができる。また、三振が少なく流し打ちにより、広角に打つ能力が向上し、2005年当時、ブレーブスで投手コーチを務めていたレオ・マゾーニーから、高めにも低めにも同じくらい適応でき、 内角球にも素早く対応できるので、どうやって打ち取っていいのかわからないと賞賛の言葉を得ている。脚力に優れ、二塁打が多く盗塁成功率も高い。2004年までは、送球の際の失策が多く、特に閉冊の時にその傾向が強かった。そのため数年をかけて、手首をうまく立てて、投げるように送球の際の腕の角度を変えたことで、 送球がより正確になり、肩もより強くなった。送球と同じく、閉札時の体の反転技術もベースを横切る技術を習得したことで向上し、閉札を取る名手の一人となっている。閉札の起点となり、二類から一類へ送球する技術はメジャー有数であり、遊撃手からの補給をバックハンドで受け、素早く取り出して投げることができる。ありがとうございます。